アルターマンです、クラウンのガスリボ M29 の、ガス漏れ、修理の続きです、前回の動画で、最後に、書きましたように、クラウンモデルさんに電話をしてですね、で、このガスタンクのパーツを、取り寄せました。で、電話でいろいろお伺いしたところですね、まず、製品代は1000円、消費税ついて1100円になりますけど、それと、送料がですね、これも宅急便とかあるんですが、そのまま定期外で送ると300円ということだったんで、300円でお願いして合計1400円で、支払い方法なんですけども、切手とかそれから定額小金銭とかあるんですが、振り込みでもいいということだったので、で振り込みにしました。で、口座番号を聞いてですね、銀行と口座番号を聞いて、それで振り込んでですね、ただそうするとこちらの、住所とかわからないので、電話で一応こちらの住所、氏名、電話番号等を、教えて、それで、買いました。で振り込んだのがですね、金曜日の夜だったんですが、パーツは水曜日には到着しました、中身がこちらです。はい、ガスタンクの部分とこのチューブとここなんていうのかな、シリンダーに接続する部分がセットになっています。で一応念のためですね、はい、ガス漏れないですね。当然といえば当然ですが、よかった。はい、じゃあこれで、組み立てていきたいと思います。で、まずバラした状態なんですが、一点ですね、ここのこのフレームのここのネジの受けるところ、これが実は開けてみたらですね、割れていたんですね。で一応瞬間接着剤でくっつけて、それにここの部分ですし、グリップでも押さえるので大丈夫だと思いますが、一応、ここが欠けていたので、そこはまさに、修理をしました。強度的には多分大丈夫だと思います。で、具体的にどういう形になるかというのが、いろいろと皆さんの動画とかを拝見して、これをとりあえず設定とかいいかな、はい、まずガスタンクちょっと方向とかすると思うんだよ、よし、これで入ったかな、はい、それでまずここをネジ止めしていきます。これで大丈夫でしょう。そして自分が分解した時の
動画から写真も撮ってありますので、これがこういう向き、これで叩くんだよな。それでハンマーが、これが動いてる、こうか。でこのバネがこれ、おここへかかる。これでいいはずです。そしてこいつが、これでいいはずなんですが、とりあえずこれで、はめてみたら、バネが飛び出しちゃってる。こいつを引っ掛けるのか、うん、これでいいはずなんですが、ちょっと注意しておきましょうか。このバネがこいつがこれを引っ掛けてますと、はい、とりあえずこの段階で、うん、これでちゃんと動いてますね。ありましたね。
このエアガンを最初に買った時は確か67とか8とか9とか出てたんで、なんか10ぐらい落ちちゃいましたね。まあちょっと気候のせいもあるのかな。なんか新しいガスタンクを入れたらいいんですが、ちょっと車速は落ちてしまいましたね。はい、まあガスタンクを入れ替えた結果、初速は10ぐらい、10メートルパーセカンドぐらい落ちましたけども、なんか集団性は良くなったような気がします。ただまあ集団性には関係ないと思うので、ガスタンクを入れ替えたことは、まあ私が打ち方に慣れたのというせいなのかなという気がします。まあ何はともあれ治って、あら、よかったです。これでまた当分ダーティーハリーごっこができそうです。はい、それでは今日はここまで。